1年ぶりの麦さんです。なんだか1年経ってないような気がするぐらい黒さんとひろしさんと皆さんに会えているような気がするんですが、1年どうやら経ったみたいです。去年の今頃、ふみちゃんけんちゃんのご機嫌春夏紀行2021ということで、今日トップバッターで歌った、大阪のけんごくんと、その時はね、あの黒さんとね、ここの店長の黒さんとスリーマンで歌わせていただいたんですけど、まあ1年経って状況が進んだのか戻ったのかどうなのかよくわからないような状況の中で、やっぱり思うのはですね、ライブに行ってきたよなんておっぴらに話せる時にはまだまだ早いんですね。なんか、あれライブ行ったのなんてね、いつでしょうなんて言われてね、今回のライブ誘った人もね、きっとライブはもみくちゃの密なんでしょって言われてね、そんなじゃないわなんて言ってね、ゆったりプライベートスペースあるけどって思いながらね、何も言い返せなかったよ。そうだね、ライブハウスは密だもんね、来れないよねなんて言って誘うのやめまして、でもそんな中でもきっとあのどっかでライブに出たことがある人とかね、ご一緒したことがある人も今日来てくださってますが、会いに来てくださったこと、会いに来てもらえて私たちのライブがあること、もちろん配信の画面の向こうの皆さんもそうです。誰も見てくださってなかったらこのカメラやパソコンが動いてる意味がないんです。神奈川県の厚木市から約1000キロぐらいですか、会いに来た道のりを含めて次の曲を歌ってみようと思います。各駅停車で会いに行く、どうでもいいことばかり話して会話が途切れた、受話器の向こう側であなたは何を考えているの、なんとなくは分かってはいるけど大人げないふりを僕はした、確信に触れたら二人のレールはつながる、フィルムの景色をうつろにやり過ごしてゆく、駅駅駅、途切れ途切れ思い出すのはいつも隣で笑うあなたの顔、次の駅で降りるよ、あなたの駅で降りるよ、今日はどうしても会いたいから、各駅停車で会いに行くよ、いつか見た映画のように指がほどけて外れそうな気がした、手のひらに残るぬくもり追いかけるように、レールはあなたへ伸びてく、すれ違う時間の中であなたを
見失わないように確かめるようにたどってゆくよ革命列車で次の駅で降りるよあなたの駅で降りるよ今日はどうしても会いたいから革命列車で会いに行くよ